フロイド軍はアメリカ合衆国インディアナ州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は74,578人であり、2000年の78,23人から5.3%増加した。陸地面積では小さい方から州内第2位の軍である。軍庁所在地はニューオルバニー市であり、同軍で人口最大の都市でもある。 フロイド軍は1819年に隣接するクラーク軍とハリソン軍の一部を合わせて設立された。フロイド軍はケンタッキー州にまたがるルイビル、ジェファーソン軍大都市圏に属している。フロイド軍となった地域はもともと小人族インディアンの狩猟場だったが、アメリカ独立戦争の時にアメリカ軍のジョージ・ロジャース・クラークによって征服された。クラークはこの功績によって、 現在のフロイド軍すべてを含む広大な領地を、報奨として与えられた。戦後、クラークは土地を開拓者に売却したので、平和が戻ると開拓者はすぐに地域に入り始めた。1818 18年、ニューオルバニーは十分大きな都市になっており、軍庁所在地となり新しい軍を創設する条件ができたので、地元指導者たちが、州都のコリードンに、 ナサニエル・スクリブナーとジョン・ケイ・グラハムを派遣し、インディアナ州議会に請願を行わせた。議会は、軍の創設を承認し、1819年1月2日に、法制化して2月1日に軍が設立された。当初の軍名については、議論が続いた。インディアナ州図書館によれば、ケンタッキー州ジェファーソン軍の指導的開拓者で、デイビス・フロイド判事のおじであるジョン・フロイドにちなんで、 名付けられた。ジョン・フロイドは1783年にその属していた集団が現在のケンタッキー州ブリッド軍でインディアンに襲われた時に死亡した。別の説ではデイビス・フロイドにちなむとしている。デイビス・フロイドは1809年のアーロン・バーイン号でバーを援助したとして有罪となった。デイビスは軍の指導的政治家であり、軍最初の巡回裁判所判事になった。 1814年、ニューオルバニーの区画割りが行われ、1819年3月4日に、軍庁所在地になり、現在まで続いている。1823年に、軍庁所在地を他の町に移す動きがあったが、失敗した。ニューオルバニーは19世紀の前半は、ほとんどの期間、州内最大の都市だったが、南北戦争中に、インディアナポリスにその座を奪われた。 ナサニエル・スクリブナー邸イ,インディアナ州で最長のトンネルであるダンカントンネルが1881年に建設されニューオルバニーとエドワーズビルを結んだ鉄道を建設するためにフロイズ・ノブズを越える適当なルートがなかったので土木技師たちはトンネルで通すことに決めたこの計画は当初エアラインが始めたが最後はサザン鉄道が完成させた貫通まで五年間 建設費は10万ドルを要したザトンネルイズ4311フィートロング。19世紀のフロイド軍はアイルランド、ドイツ、フランスからの移民やアフリカ系アメリカ人を引き付け続けた。フランス系の開拓者は多くがフロイズのブズに入植した。アイルランド系移民は1817年に到着し始め、1830年から1850年が多かった。 ドイツ系移民は多くがニューオールバニーに入った1850年までに軍民の6人に1人が外国生まれになっていた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば軍域全面積は148.96平方マイルであり、このうち陸地147.94平方マイル、水域は1.02平方マイルで、水域率は0.68%であるフロイズノブズ。 の町は軍内でも最も特徴的な地形にちなんで名付けられたノブは小高く丸い丘である軍の中央には多くの急峻な丘陵が点在している最高地点は s スカイラインドライブにあり標高は1000フィートを超えたところ座標はプラス38度2113.64マイナス85度5050.64にある最低地点は ニューオルバニーのオハイオ川沿いで、標高は380フィートである。ニューオルバニー市は温帯気候に属している。近年、群長所在地であるニューオルバニー市の平均気温は1月の下市25度から7月の下市87度まで変化している。過去最低気温は1994年1月に記録された下市22度であり、過去最高気温は1936年7月に、 記録された、過詞107度である。2012年7月4日には、過詞106度を記録した。月間降水量は10月の2.79インチから5月の4.88インチまで変化している。フランクシー・デンジンガー刑事裁判ビル軍政府は、憲法による生態であり、インディアナ州憲法とインディアナ州法典によって、特別の権力を認められている。軍政委員会は、 軍政府の立法府であり、軍の歳出や歳入を管理している。フロイド軍は44の選挙区に分かれており、これが4つの地区にまとめられる。委員は、各地区から1人が選出され、他に3人が、軍全体を選挙区に選出される。任期は4年間である。給与、年間予算、特別支出を設定する責任がある。軍レベルで、所得税や資産税、消費税、 サービス税を課する限定付き権限があるが、所得税と資産税は州の承認を要する。行政委員会は、軍政府の行政府である。委員は、軍全体を選挙区に選出され、任期は4年間で2年ごとに半数が改選される。委員の一人、通常は最も経験のある者が議長になる。行政委員会は、軍政委員会が決めた法を実行し、 税金を集め、軍政府の日々の機能を管理する責任がある。軍は巡回裁判所一つと上級裁判所三つからなる裁判所体系を有している。判事は6年間任期で選出される。扱う事件は地元ルールで振り分けられる。上記以外に保安官、検視官、監査官、財務官、投機官、測量士及び巡回裁判所事務官が選挙で選ばれている。 任期は4年間であり、軍政府の異なる部門を監督している。軍政府に選ばれる役人は、支持政党を公にすることが求めら、また、軍の住人でなければならない。フロイド軍は、アメリカ合衆国会議員インディアナ州第9選挙区に属し、2012年時点では、共和党議員を選出している。インディアナ州議会上院では、第46選挙区に属しており、下院では、 第70及び第72選挙区に属している以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。フロイド軍は下記5つの軍区に分割されている。ありがとうございます。